今年もロッテ新井リゾートさんで、最終テストを、やらせていただいてます。今日含めて4日間なんですけども、この車の、最後のね、出来栄えしっかり確認して、来週も船出しでサウジアラビアに車を送るので、いい結果が出せるようにね、みんなで準備をしていきたいと思ってます。はい、次回のダカールは砂漠中心ということで、今までにね、行ったことないような、砂漠地帯も使って、争われると聞いてます。このハイブリッド化によって、加速性能が飛躍的に上がっているので、上位陣にね、負けないように走っていきたいと思います。